こんばんは、松潤さん。今日のピアノレッスンね、40代の方が同世代の方にプロポーズするときですね。確かにね、そういうのあるかもしれないです。特に今40代の男性と、あとアラフォーと言われてるね、40代の女性との出会いってのはなんかふつふつとまた出てきたみたいなんで、私もその結婚情報リサーチっていうのをたまにね見たりするんですけども、やっぱり同年代の人がいいよねってことで、そのバツイチ同士40代とか、まあ、男性初婚とかね、女性初婚とかいろんな組み合わせがあるんですけども、40代同士ってちょっとまあ、出てきたのかなって気がするんですよね。まあそういう時に青春時代に聴いた曲、懐かしいなって曲で共感するところは多いなと思うんですよね。うん、なるほどね。ところでね、今日はねちょっと質問があるんですけども、松潤さんはピアノを弾き語りでプロポーズっていう風な切り口なんですけども、そのピアノでプロポーズしようかなと思うとピアノが必要になってくると思うんですよ。そういう時に大抵の男性はピアノ持ってないんですよね。そういう時はどんな練習方法があるのかなと、鍵盤のなんかペーパーをこうやって叩くのかな、それともパソコンソフトとかスマホアプリでいいのがあるのか、それともリアルなピアノをねやっぱ使っていかないといけない時に、家の中にないじゃないですか。じゃあどういったところにそのピアノを弾かせてくれるところがあるのかなと。近くの練習スタジオっていうのはドラムのセットは大体あるんですよね。でもピアノがあるところってなんか思い当たらないんですよ。でもしかしたらピアノプレイヤーの方は知ってるかもしれないんで、何々楽器とかにあるよとか、試し弾きさせてくれる楽器屋さんはこういうところだよ、この系列だよみたいなのがあったら、ちょっと教えていただけると幸いかなと思います。まあ、どちらにしても家の中にピアノがない方がね、すいません、家の中にピアノがない方ばかりだと思うんですけども、その方がねどうやって個人練習をするのかなっていうところが、スマホアプリかパソコンアプリとかになるんですかね。ちょっとその辺松潤さんなりの回答があるとありがたいと思います。よろしくお願いします。お探し、すいません。